バイト先の先輩にとても良い先輩がいます。その人は面倒見がよく、どこかに行く際にはちょくちょく車を出してくれるんです。一度よくドライブしたりするんですかと聞いてみたことがございます。その時先輩はニカッと笑って答えました。いやいや、一人で車に乗るのは好きじゃないんだ。意外な答えに首をかしげる私に先輩は続けます。人を乗せるのが好きなんだよね。そう言って笑う先輩、なんていい人なのでしょうか。これはそんな先輩にまつわるお話でございます。先輩が車を購入したのは2年前、バイト代をコツコツ貯めて買った中古の軽自動車でございました。買った当初は一人で遠出しまくったもんだよと。ではなぜ先輩は一人で車に乗るのが嫌いになったのでしょうか。先輩が言うには、先輩の車には出るのだそうでございます。先輩が初めて幽霊の類に出くわしたのは、ある山道を走っていた時のこと。大好きなドラゴンアッシュの曲をかけながらノリノリで走っていたそうです。とある県境に差し掛かった頃、急にカーステレオが止まってしまいました。どこか変なボタン触ったかなと思った先輩は車を止めてステレオの操作盤を見ますが、表示にも音量にも異常は見られません。ですが音が出ない。帰ってから修理に出すかと思い車を発進させた時でした。車内のスピーカーから何かが聞こえてまいりました。キラキラヘカル。しばらく耳を澄ましていた先輩はそこでようやく女の声だと気づきました。歌っているのは童謡のキラキラ星。それも息も絶え絶えに時折うめきながらか細い声で歌っているのです。そのことに気づいた瞬間、先輩は背筋におかんが走ったといいます。そして山道を飛ばす先輩がちらりとルームミラーを確認した時でした。またもや先輩の背中をおかんが走り回ります。ルームミラーの中、後部座席、そこには血まみれの長い髪を全身に張り付かせた女が子供を抱きすくめるようにして座っていたのでございます。ああ、この母親が子供に歌い聞かせていたんだな。かすれた歌声とうめき声がスピーカーから流れる中、先輩はそんなことを考えていたのだそうです。またある時のこと、その日先輩が一人で夜釣りに出かけていた時のことでございます。最初の方こそ張り切っていたものの、その日は全く釣れず、諦めて木戸に着いた先輩は海岸線沿いの道を走っておりました。ふと助手席に置いたタバコを取ろうと手を伸ばした矢先、ずるりと何かに手を突っ込んだ感触。助手席に視線を向けたところ、そこには腐乱して体がブヨブヨに膨らんだ何かの姿。視線を上げると髪が頭皮ごと向けてぶら下がり、パンパンに膨らんだ顔。ようやくそれが人の姿だと気づいた先輩は叫びながら無我夢中で車を走らせたそうで、どこをどう走ったかは覚えておらず、気づいた時には路肩に車を止めてシートを倒して寝ていたのだそうでございます。なぜか深夜の総合病院前の路肩に。それ以降、そのブヨブヨと膨れたものを車の中で見ていないとか。先輩が言うには、目的地と全然違う場所に車を止めてしまうことが多々あるようで、そんな時は車に乗った幽霊の類がいつの間にかいなくなっているとのこと。またなかなか降りないのもいるようで、ある時トランクに老婆が寝転がっていたのを見た時のこと。真夏で暑いだろうと思った優しい先輩はトランクを開けておこうとしたそうですが、
老婆にひどく睨まれた瞬間、勝手にドアが閉まったそうでございます。あのおばあさんだけは今もトランクに引きこもってるみたいなんだよね。そう言って先輩はちらりとバックミラーを見ます。今でもその老婆以外は入れ替わり立ち替わり、違う誰かが先輩の車に乗っているそうで、時には複数の人影がバックミラー越しに見えるのだそうでございます。でも不思議なんだよね、先輩は続けます。いやさ、誰か他に人が乗ってると幽霊出ないんだよね。先輩が車を停車させました。気づくと私のアパートの前、送ってくれたお礼を言って私は降りました。その時ふっと生暖かい風が先輩の車に吹き込んでいった気がいたしました。あ、先輩今は一人で車に乗ってる。ということはすれ違いに誰かが乗ったのでございましょうか。今なら先輩が言っていた意味がわかります。人を乗せるのが好きなんだよね。そう、人を。これを読んでいる皆様の車は大丈夫でしょうか。バックミラー越しに誰もいませんか。ひょっとして見えていないだけで、停車するたびに何かを乗せていたりはしませんか。